皆さんこんにちは、ピアニスト中星かなです。今日は音楽の3要素のうちの大切な一つであるリズムについてお話しさせていただきたいと思います。まあ、リズムというのは同じ長さの音符もしくは違った長さの音符が組み合わさったりすることでいろんなこう動きのあるリズムを作ることができると思うんですけど、今日は主に長い音符と短い音符が一緒になることでどういうことが起こって、それに対して演奏するときにどういうことを気をつけるとより良い表現ができるのかということをお話しさせていただきたいと思います。例えば四分音符が並んでいる音の並びがあったとします。全部同じ音の長さですね。ここに例えば8分音符を入れてみるとどうなるでしょうか。8分音符を入れると長い音符と短い音符が一つの旋律の中に混在していて、そしてこの長い音符と短い音符っていうのは基本的には長い音符と短い音符が一緒になるとどういうことが起きるかというと、長い音符よりも短い音符の方が早く次の音に進むということになりますよね。短い音符のところに動きが出るようなイメージ。そしてさらにここに16分音符を加えたリズムを入れてみます。より細かな音符が入ることによって8分音符のリズムよりもより一拍の中に動きが出ますよね。そしてこのことを理解するっていうのはピアノ演奏をする上ですごい大事なことだと思っていて、例えばね、最初のリズムをタンタタタンタ、例えばこのリズムで皆さんちょっと床にスペースがあるところで前に進みながらこのリズムで一歩ずつ歩いてみてほしいんですよ。タンタタタンパンパーパーパンって歩いてみてほしいんですよね。そうした時にタタタタンタタタンっていう例えばフレーズがあったとしたら、こう前に向かっていきたいですよね。それで一つに感じさせたいですよね。そうするとこの短い音符のところで前に進むエネルギーがないと次の音に進めないんですね。全部を同じようにタンタタタンタタタンって下に向かうエネルギーが強すぎると、このせっかくリズムが生まれることによって次に進むエネルギーをメロディーを持っているのに、一個ずつを縦に弾きすぎてなってしまうんですよね。なので基本的には長い音符と短い音符が混在している時っていうのは、短い音符は長い音符に行き着いていることがすごく多いんですね。次に向かっていけないですよね。なので長い音符と短い音符が混在しているときは全てが同じ重さっていうことはほぼありえないので、どこに軽さがあって、そしてその短い音符はどこに向かっているのかという方向性を考えるっていうのはすごい大事だと思います。でそういったことは視覚的にも短い音符と長い音符ってすごい見やすいですよね。フテのリズムなんかだとこの音が長くなりますよね。トンタタンメロディーの場合だったら明らかにこの音に向かっていますよね、エネルギーが。タンタタン、次タンタタン。そういう時にこの短い音符を重く弾きすぎてしまうってパターンがすごくよくあると思うんです。全部こう縦に聞こえちゃいますよね。なのでこの短い音符が次の音に向かっていくエネルギーを感じながら縦に弾きすぎないっていうことはすごい大事だと思いますね。なので重さを上から下にかけすぎるとこうい
ういう風な演奏になってしまうので、長い音符と短い音符っていうのは大体の曲に混在していると思うので、短い音符があるってことは何か次に進むエネルギーがあるパターンっていうのはすごく多いので、同じ弾き方になっていないかなっていうことをぜひどの曲にでも共通意識できる部分だと思うので見てみてください。今日は本当にリズムっていう部分に関してだけ取り上げているので、もちろんね、音の高さがどうなってるとか、フレーズがどうなってる、強弱がどういう風についてるによって方向性っていうのは、もう読み方っていうのはそれぞれの箇所であるんですけど、基本的には短い音符っていうのはこう流れがあるっていうことが多いと思うので、前に進んでいける音をイメージして弾くっていうのはすごい大事かなと思います。なので全部を同じ弾き方で弾いてしまわないということですね。リズムということだけをとってもそういう違いがあるということを練習の中でぜひもしいいなと思ったら取り入れてみてください。すぐ今練習してる曲の中で使えると思うのでぜひ意識してみてください。それでは今日の動画が良かったよ、役に立ったよと思ってくださいましたら、高評価並びにチャンネル登録もして、また次の動画も楽しみにお待ちいただけると嬉しいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。さようなら。